こちらの論集はもう100年以上もの間、この台北市の成長と台北で暮らす人々の生活を見守っていてくれているんですね。まさか台北市の新規区、しかもイーリンイーのすぐ隣にこの炭鉱があるなんて全然知りませんでした。まさに秘密基地みたいな場所ですね。この場所に昔京都にある西本願寺と東本願寺があるなんて全然知りませんでした。ここに来ると台北市の発展、歴史を学び感じることができます。昔台湾大学の教授が住まわれていた宿舎が今もなお大事に残されています。この今の自由な台湾はその当時の人たちの大変な努力によって勝ち取られたものだということを知ることができる貴重な場所です。台湾で一番美しい図書館と言われるのが納得の自然に囲まれた素晴らしい空間でした。ここで勉強すると成績上がりそうですよね。